はい、おはようございます。で、今日はですね、これ新型の6型ですね、6月のワイド車両なんですけどね、これにうちのエアロをちょっとつけてもくれるっていうことでですね、どう変わるかっていうね、こんな感じですね。はい、これがどう変わるかちょっとね楽しみですね。で、まあこれ一回測ってみようかな。一回ちょっと待ってくださいね。測ってみます。ちょっと測ってみます。今で言うとこの辺になるのかな。まあ、約22センチですね。22センチですね。で、これがフロントで。リアが、まあ、これ純正バンパーで、まあ、ほぼ一緒ぐらいですかね。24センチですね。これがどう変わるか。ね、早速、今回は、ハーフスポイラーとリアバンパー。ね、早速つけていきたいと思います。はい。で、これあ、つけろ、わからない、言うてや、わからない、前に、前にちょっと引っ掛ける感じで、はい、ね、こんな感じですね。で、今ちょっと測ってみましょう。さっき22センチ入った、そっち。わ、あれですね、やっぱ9センチぐらいですね。今13センチぐらいまでなりましたね。ということはやっぱり約9センチはダウンするということで、下に見た目もこんな感じ。はい、ということでまたちょっと、で、リアバンパーで今装着しました。で、今ちょっと測ってみます。大体18センチぐらいあるかな。18センチぐらいあるんで、まあまあ、7センチぐらいか。7センチぐらい下がった。ほんで、ここの、ね、ノーマルと違って、ここがやっぱりフラットになるんで、フラットになるんで、ここを加工しないとダメです。これですね。これをカットしないとダメですね。これ、忘れてカットしなかったら、これが、ね、ガチャンとバンパーになって、バンパーも破損しますんで。で、それと、まあ、うちのバンパーはマフラーレスでもう完全に塞いでますので、もう下向き加工にしないとダメなんですけど、今回はこれサイド出しマフラーなんで問題なくいけますね。はい、じゃあまたこうね、完成したの後ほど。はい、完成しましたとね。もうね、こんな感じです。で、前が、約、9センチ前後ですかね。で、後ろが、7センチ前後ですね。これノーマルのから、下に下がりました。いや、もう全然見た目違いますよね、これね。いい感じです。いや、いいよ、やってやって。あとちょっとね、ステッカーもね、ちょっと貼ってもらえるということで、ありがとうございます、ね、こんな感じで仕上がりました。ちょっとね、サイド出しっていうことでね、ちょっとね、サイドエアローがちょっとね、うちはちょっとつけれなかったんですけど、ちょっと残念ですけど、まあまあ前と後ろをつけただけでもこんだけガラリと変わります。かなりね、ガラリと変わりました。
で、あともううちのステッカーね、貼ったら終了っていうことで、口開いてても悪い。はい、といったわけでね、ステッカーこうやって貼るんですよね。もともとこのこっちにね、こうやってやるんですけど、この透明の方にこうやって残して、でステッカー貼るんですけど、これね、まあ、京都のね、小橋くんっておるんですけど、これ全部白い方に残したっていうね、伝説を残してね、1枚パーにしたっていうね、ステッカーを。ただこれ白い方に残すかなり難しいんですけど、なんか3時間ぐらいかけて爪楊枝でやった言うてました、ここに。それが最初の出会いでしたね、小橋くんとは。でこれね、こうやって貼って透明な方に残して、でまあこうセンターも出して、で貼っていきますね。これがまたね、地味にね難しいんですよね、これ。でまた今日とかも20度超えてるんで、ね、もうステッカー日和ですね、これ。ステッカー貼るにはもうちょうどいい気候やと思います。暑すぎたら今度ね、逆にね、あのくっつきすぎてなかなかっていうのがあって、これぐらいの冬とかも逆にね全然貼れないみたいな感じなんですけど、これがねもうかなり地味なんですけど難しいですよ。もうね、僕とかもイラッチなんでね、もうえーってなってもね、ね、えらいことになってます、毎回やらないです、はい。なかなかね、これね、このちっちゃい字あるでしょ、これが難しいんですよ。いやもうプロやな。でこれやってる時にね、昔あの一回ね、あの砂嵐が来たんですね。でここに砂がいっぱいくっついて、もうねえらいことになりました。もうあんなもうね、あんなことあるんやみたいな感じ。はい、でこれで軽くこうね、ちょっとだけ洗剤入ってます。でセンター出して、ここセンター見えてる S のでこうやってね、センター出して貼っていくっていうね。はい、で貼りました。でこれじわりじわりと剥がしていきます、ね、これもまたちょっと慎重にねやらないと剥がれてしまうんでね、またこっちにくっついてきて、ね、はい、できましたね。こんな感じで完成です。あとちょっと浮いてないかっていうのね、ちょっとチェックしてね、 OK ですね、いい感じです。はい、できました。ありがとうございます。はい、ということで、ね、またカスタムクラブこの勾配ですね、今回ちょっとやばそうなんでバックで行きました。こっちに振る、こう来たね、まっすぐ切ってください。はい、オッケー。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。